皆さんこんにちは、中本白秋です。これから中本白秋によるペン字講座を始めます。どうぞご覧になってみてください。本日は10月6日火曜日、どうですか皆さん、ノーベル賞大村氏すごいですね。寄生虫薬に貢献、年に2億人に使用、失明を防ぐ、素晴らしい貢献ですね。大村聡さん、大村聡さんはですね、私も今回初めて、存じ上げましたが、この編集手帳のところにも素晴らしい生き方をされている方ですね。北里大学特別栄誉名誉教授じゃなくて栄誉教授の大村聡さんは80歳、夜間高校の教壇に立ちながら大学院に通った苦労人ですね。素晴らしいですね。ここに、特別栄誉教授、栄誉教授っていうのはですね、調べてみますと、特別栄誉教授っていうのは学術の発展に著しい貢献をした者に対して大学や研究機関から授与される称号で、学校教育法で定められている名誉教授の称号とは異なって機関独自の規定により授与される称号で、一般的に名誉教授は単に授業等の退任者に授与されるが、特別名誉教授、特別栄誉教授は特に学術的に貢献があったものに対して贈られる規定になっているとのことで、名誉教授のさらに上の上って言いますか、本当に実力の伴った人に授与される称号なんですね。今日はですね、この中からどれか一文字ですね、練習する文字を決めましょうか。そうですね、大村聡さんですから、今回はですね、大村聡の美しい書き方についてやってみましょうか。大っていう字は、まあ、こう書いて、軽い右はですね、こうしてくっ、こんな感じでしょうかね。大はここを少し長め、ここと同じような長さね、とよくですね、大ってこういうの書く人もいますけれども、こうじゃなくてですね、ここをこんな短くしないでですね、こうしてこうなんとなくしばらくまっすぐ途中からぐっと最後に横に抜くような、こういうの書きましょうか。これが大の美しさですね。はい、村、大村さんの村、こう切って、はい、木片ですね。木片はここをバチッと揃えて、ここに少しゆとりを持った、まあ、点を少し下げて打つんですね。そしてこの横線とこの間ぐらいからこう書いて、そしてここよりも少し高い位置から書いて、ゆったりなんて点を少し上め、そして聡っていう字はですね、この知るという字と火の組み合わせですね。知るを少し広めに書いて、火をこういうバランスで文字を書くと美しくいきますよ。さとし、こうしてこうして、こうして、ここに火ですね。はい、このように書きましょう。ここではですね、口の閉じ方大事ですね。これ縦棒を出して横棒を右に出す、火は縦棒を両方とも下に出す、このように書くと美しく見えます。この聡っていう字ですね、この口もですね、こういうの閉じちゃいますとメリハリがなくなりますね。火もですね、こうしてこうして、こういうの閉じる人がいますけど、これはいけませんね。ここのもいけない、
ここの部分いけないですね。この線、この線。もう一回サトシを書いてみます。大村サトシ、素晴らしい方ですね。サトシ、こうしてこうしてこうして、これも書きましょう。はい、これはこういう構図になっていることにお気づきですか。こういうんですね。ですからこう見たときにここに間を取るんですね。こういうふうに書きましょう。最後にもう一度大村聡と書いてますね。大村聡栄養教授ですね。今日は一日嬉しいですね。大村先生がこんな素晴らしい、ノーベル賞を取りになって、また、全世界のですね2億人の人たちの失明を防止する貢献をされて、素晴らしい方ですね。はい、これが素晴らしい大村聡先生の美しい方です。以上、これで、中本白書のペン字講座を終わります。大村聡先生、おめでとうございます。